こんばんは、メガトンです。ゼイアビリオンズ4回目で、ちょっとですね、かなり難しい、いや、とても難しい、ものすごい難しいので、ゾンビの量ちょっと減らします。1段階減らします。で、やってみよう。ちょっと嫌な感じのリッチじゃないか、これ。大丈夫か、これ。いいのか、こんなんで。さて、じゃあ、まずいつも通り、ソルジャーに任せつつ、22でいくか、今回は。待って。これを、1に入れて、こっちを2に入れる。で、早速、テントを立てましょう。まあ、いつも通りこうかな。はい、で、ソルジャーをここに置きつつ、1こっち、2は北。さあ、周りにね、あの木がないと始まらないのは、まあまあその通りなんで、木あった、木と石あった。で、鉄がないと終わってしまうぞ。鉄あるかい？テント。ん？ゴールドか。繋がってんのかこれ。繋がってねえな。あ、でも、もういかにもここにファーム置いてくださいっていう感じのやつですね。まあまあいいんじゃないか？鉄がない。鉄くれ。あ、あったあった、いいね、いいんじゃない、いけるんじゃないか、これいけるんじゃないかって俺毎回言ってる気がする。あ、ゾンビ出てこないね、全然。ほんと少ねえな。回ってきました。少ないね。こっちに置いとこうか。あららら、あら、あ、あ、あ、いるね、いるいるいる。あ、行き過ぎ過ぎ、すげえいる。なんで、なんかありそうだね、これ。また廃墟あんのかな、今回こそ。廃墟一回も見てないんだよね。北が多いのか。はい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 。大丈夫かな。で、テントを立てて、で、レンジャーは向こうに行くか。前進。はい、こっちこっちこっちの方見に行ってみよう。一応こう行って、まあこういう動きで、こういう動きで、はい、よろしく。で、木が20あって、木をまず切んないとな。こっちだな、こっち伸ばそう。はい、では、テントとテスラタワー置いていきましょう。こことテント。フードが足んない。フードか。はい、わかった。釣り小屋。10、9、12。ここか？ここだな。14ってのがあったね、今。14。ここ。ここも置ける。置いちゃえ。大丈夫かな、間に合う。まあ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 、あのダメージマーク出たら時止めて撤退しよう。さあ、こっち何がある。とりあえず近場にゾンビはいないようだ。全然だね。あ、いる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 。あ、いる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 。
はい、テスラと、お、ここも閉まってる。結構詰まった土地だね、なんか一本道というか。あー、でも一気にここまで引いちゃうと楽だね、これ。はいはいはい、じゃあちょっと北の方にもテスラタワーを伸ばしてみようか。で、見るですね。11、12、こうだろう。で、ちょっとソルジャーもうちょっと前まで行ってもらいたいね。ん？でもここもない、あ、埋まってんだよね。そうだよね。はい、一歩前。ここ、あ、こっ、ちょちょちょ、待って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 。1、1、はい、で3、こっちってなんかあんのか。こっちやばいか、やばい。あ、あるね、いるわ、いたわ。ソルジャー、ちょっと頑張って、ここで。そうですか。あ、一気になんか広げすぎた感がするね。ちょっと待ってね、まずは壁引いとこう。引けないタワーだ、こうだな。で、バリスタを置きたいので、ギャー、いつもの通りって感じだな。ここ置いちゃうとこう置けなくなるもんね、通れなくなるのまずいんで、一個開けとこうか。こうだな、こうだな、 OK。 はいはいはい、これはよくて、で、どうしようかな。バリスタ、あー、石やんなきゃダメなんだ。ウェアハウス、違う、こっちだ。ウッドワークショップ、ウッドが4じゃりゃいいんだな。ちょっとじゃあ防衛しつつって感じかな。あんま行かない方がいいな。わかった、じゃあ一体残して、こいつはこの辺を防衛、こいつは南側、こっちだね。はい、ファームかスナイパー、まあスナイパーだろう。ありがとう。よし、じゃあこいつがいれば、いいかな。で、一応ウッドがない。ウッドか、切ってここしかない。あとこれか、ここ引きたいよな。で、またね、手広げすぎてっていうことになっちゃうんで、ああ、下行ってねえな。どういう地形？どう、あ、ま、待て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 、ん？ここは何？あ、あ、意外と辛いね。そんな楽じゃねえぞ。ここ行ってもらって。木が足んない。木か。あー、木だね。何から進めてけいいんだこれ。まあ、テント、フード、テント、はい。で、タワー、ここ、こっち、ちょっと大丈夫か。あ、だからここは来ねえんだよな、敵。ああ、あ、どうしよう、ここ。違う違う、だからこれはもうここ行っちゃっていいんだ。こういう感じで防衛、
ここが良くて、でスナイパーいるのでソルジャーはこっち。来てる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 ね。はい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 、大丈夫ね。オッケー。木足んねえな。木増やそうぜ。木か、ここしかない。あと木、これだ。これもう南いるんだってゾンビ。木だよ木。ここいいのか。だからこれができたらここに置こう。これ置けない。タワーもう一個、こう来て、でフード足んないんで、ハンターコテージが15 14 13 15、ここかな。とフィッシャーマン置けねえな。これができたらだね。まあ大丈夫だよな一体。うん、一撃で、ちょいちょい来てる、ちょいちょい来てる。来た、やばい。こっちやばいんだっけ。引くか、ここ。で、あんたこっち。はい、でいいんじゃないか。とりあえずこんな感じで、で街を広くしていこう。でソーミルが置ける、これで木 OK。 7 9 8、こう、こう置くのがいいんだ。中途半端だな。まあでもしょうがないか、多い方がいいよね。ここでエナジーがそろそろないので、ミルを立てる。はい、さあどんな感じよ。こっちやばいのか。こっちにいっぱいいんな。こっちにいてくれレンジャーは。ちょっとずつ、ちょっとずついけるかな。で巡回、はい巡回、いけてるね。やっぱソルジャー強えな。早よう立てたいね、ソルジャーセンターも。で次、やるべきは、ウッドワークショップ。ワーカーが10、ウッド40ね。ウッドが足んなくて、ワーカーも足んないと。分かった。こう、まあまあいいんじゃないか。一歩前出るか。はい、ゴールド。石か、石どうしよう。ワークショップには石いらないんだよね。うん、でその後のソルジャーセンターで石がいる。 OKOK、 石もやんなきゃダメだね。石立てれるな、立てちゃうか。3 4 4、立てるか、立てよう。石もう一個あんね、置きたい。いいっすよ、じゃあ一歩前。いいっすよ、一歩前。はい、一歩前。まあこの辺だろ、限界。ここ意外と怖いなこれ。パトロールで、さて次だ。フードね。じゃあここ釣り小屋を置こう。14 14 16、ここだろう。
ファームの邪魔になんねえかな。まあいっか。はい、電気はある。ワーカーが少なめだな。ちょっと増やそう。4つかな。何が足んない？フード。はい、これができたら。いや声するね。ほい。よしよし、じゃあテントを立てよう。いいかな、立てるか。はい、ではそろそろソルジャーセンターが欲しいところ。いや、さっきだからワークショップだって。あ、いけるじゃん。ワークショップどこだろう。この辺かな。範囲外か。ここいきなり？ここにファーム置くから邪魔になんないような感じで。こことかいいかもな。あー、どうしよう。はい。で、結構ですね、道を埋めちゃって通れないせいで壊滅とかってのもあったんで、少し余裕を持って、キツキツに詰めていくのやめましょうね。ファクトリーをやってるとね、圧迫するの好きだったんだけど、それをやると今回は死んでしまうので、あまりやらない。フード。ここ、ハンターコテージが置けっかな？ 10 か。15。14。14か。置くか。置いちゃえ。さて、そろそろ、あれ、俺、そう見るっていっぱい置いたっけ？ 2 個あるね。10日ぐらいで第一陣来るからまだいいか。壁はもうちょっと引っ張ろう。でも置き始めるとやべえかな。フードと人が足んないね。わかった。これここ通れるのかな。通れるよね、これ。赤いマーク出るってことは置いて大丈夫だよね、これ。マジで怖えな。やめとこう。一回こっちの3つにしよう。あ、こっちも壁なんだね。わかった。はいはいはい。じゃあ、あ、ちょびっくりした。カラスビビるよね、あれ。はい、パトロール OK で、もう一個、もう一つ。よし。で、仮にここ壁引いたとしたらどんな感じになるんだ、これ。どうやるのがいいんだろうね。こう？これでいいか。基本の基本。ゲート。ここか。こういうのがいいのかな。くぼんだ感じ。ほんとわかんないんだよね。どう置くのがいいんだろう。ちょっと考えます。よし。で、もうちょっとできるのか。ワークショップね。で、フードも足んなくなってきたっぽいので、コテージあって、釣り小屋あって、こっちか。ここの釣り小屋だね、今度は。通れなくなんね、これね。また危ねえな。14、こことこっち側タワーだな。うん、まあギリギリ立ててここ通り道にするしかないよね。ここきてるね。まあまあ大丈夫か。さて次だ。ウッドワークショップできた。
ので、まずバリスタ。あと木がちょっと余り気味なんで、次もうマーケット行っちゃう一気に。だってウェアハウス建てられるよね。石か、石置こう、石もらおう。ゴールドが足んねえ。わかりました。じゃあちょっと今止めます。いや、いいか、変わんねえか。ゴールド、ゴールド来たらここに石切り場を作りましょう。で、タワーが置かれたからこっちになんかできる？まあワーカーもぼちぼちいるんで、やはりこれだろう。あ、電気が来てない。電気真ん中とか邪魔だよね。いいの置いちゃって。どうなんだろうね、こういうとこ置いたら。でかいもの置くときにも邪魔だよね。あー、どうしよう。ここかここかって感じ。ここ、こっちも置くか。ここ、はい。で、ゴールドが足んなくなった。そうか、じゃあちょっとどうしようかな。少しずつここを引いてった方がいいかもな、壁。ワーカーはぼちぼちいて、タワーか、テスラタワーか。置けない。テント、うーん、どうしよう。この辺もうテント軍団にする。なんだテント軍団って。で、テント引くときに真ん中にバンクがあると、あのゴールドの供給量が増えるっぽいんで、そういうのやりたいよね。テント1個につきゴールドが8もらえるんだね。2割増しらしいから10円になるのか、10コインになるのか。まあでもそれでもでかいだろう、10でも。で、研究まだか、バリスタまだなんで、お金だね、やっぱり基本はお金が足んない。ってことはやっぱマーケットだろう、先に置くべきは。今ここどんどんね、木が無駄になってってるから。で、石切り場ね。10、5なの最大。こんなもんなんだ。5、OK。鉄もある。うえー、ありがたい。すげえありがたい。あ、ここは、あ、こっちから来る可能性あるよね。そうね。まあ、こうだろうな。そうですね、ここだけにしたいんだけどね、防衛を。まあいいんじゃないか。 OKOK で、バリスタ終わったんだよな。だからお金です。お金だよ、マジお金だねこれ。じゃあ次マーケットやろう。マーケットで、次バンク。バンクはここじゃねえのか。だね、ソルジャーセンター後回しでいいねこれ。でちょっと壁少しずつ引いてこよう、少しずつね。ダメだ、タワーが足んねえ。こっかな、タワー、テスラタワー。ここ。こっち側。なんか足んない？ん？お、置ける。ここ、釣り堀置きたいよね。ワーカー減ってきた。まず釣り堀。12。ここら辺がね。置けない。14。15、あ、これいけるね。15で、テント置こう。こっちに、うん、テント、そうか。こうだね。あ、置けない。ん？
あ、こっちか。はい。で、タワーを置こう。北側のタワー、こことここかな、次。ちょっと壁引いていくよ。ん？あ、敵近いからか。ほい。こういう感じで。こんな感じ。こう。こう。こう。壁。ちょっとお金がね、あー溜まってきたな。マーケットやろう。行くぞマーケット。マーケットよろしく。石が今フルなんだけど、どうせ使わないんで止めときます。てかバリスタとかってもう止めらんないのかな、あれ。内地に置いてっつって打たないよね、あれ。当分めっちゃいるね。頑張って頑張って。こう埋めたら楽なのかな。うん、いいっすよ。で、何だっけ、バリスタを置けるようにはなったのか。今置いちゃっていいのか。第一ウェーブってだいたいレンジャー、ソルジャーだけでなんとかなるので、ちょっとお金貯めてマーケットやろう。やっぱり置こう。そうだね、そうしよう。バリスタでお金を消費しないようにしよう。ちょっと壁でなんとか置けない。ここか。で、せっかくなんで、うん、フードまだいっぱいか。いいな、やめとこう。これが終わったらファームかな。コテージもやりてえな。さてどうなる。なんだ、びっくりすんな。新種ゾンビかと思ったらカラスだよ。壁いける？ちょっとずつ？こういう壁かな。まあちょっといいか。マーケットやろう。あ、違う違う、マーケット置けるようになったので、なんだ？何が足んない？ザ・コロニー・マスト・ハブ。はあ、200人以上いないと置けないのこれ。ここがマジで？こんなに早く研究者というのに。なんだと。そうなんだ、わかった。じゃあコテージでどんどん上げていくか。ルックアウトタワー、これ櫓のこと。あ、違う、これ監視カメラの方か。櫓あるよね、もう櫓はあるから。ストーンワークショップ、石壁、ファーム、コテージかファームか、どっち先だ。研究の時間ってこれ変わんないのかな。高い方が時間かかるとかかな。まあコテージにすっか。コテージでしょうがないんで壁引いていこう。壁壁、こう。でいざとなったら逃げ込めばいいんで、かなりやりやすくなると。多分こういうとこに櫓が1個あると楽なんだろうな。こういう感じかな。出しちゃっていいのかな、櫓。これでよかったのか。そうね、そう、櫓って思ったよりディフェンス高いんですよこれ。どうやるんだ。
木の壁が 400HP でゲート600の矢倉がね800あるんですよね。でこれリアルタイムでこう増えていくのね、今建造中ですという感じ。だから矢倉だけこう敷き詰めても実は良かったりして、まあ、隣り合わせはダメっぽいんだけど、そうね、まあ、1個あってもいいでしょ。ただ資源の差をちょっと見よう。壁がウッド3のゴールド10に対して矢倉が、ウッド10のゴールド123倍以上か。そうか、ゴールドに至ったら12倍ですね。やっぱ高いねそうそう使えねえわ。まあね、スナイパーがいるときは矢倉に乗せるとかなり強いんじゃないですかね。